じゃあ今回はピンクにして。で、ピンクと茶色が残りましたので、選択肢を変えさせてもらって茶色の方を選びたいと思います。当たりましたね。なんで当たるんですか？何ことすごい知らんかった。なんで当たるのか。これは別に実はマジックでも何でもない。だって服部君や大倉君は一発で当たってしまったんだから実はこれは確率の問題なんだよね。当たり、これが入っているものを当たりとするならば、当たりを選ぶ確率というのは5個の中の1個ということになるので、確率としてはまあ5分の1っていう言い方をするんです。でね、要するに当たり以外のやつを取り除いちゃって2択にしますね。で、自分が選んでる方の逆側を言えば実は当たる確率が高くなっています。なぜかというと、当たりと外れが最後残っているわけで、外れを引く確率というのは5個の中のうち4個が外れなわけです。ってことは外れを引く確率の方が高いわけです。そして当たりと外れだけ残されたんだったら、これ確率2分の1ではなくて別の方を選んであげれば確率が、まあ、当たるという。だからこのコップがもしも何だろう、100個とか200個あったとするならば、余計外れを引く確率の方が高くて、外れ最後に2択にした場合に外れと当たりが残ってるから、逆の方を言ってあげると当たる確率が高くなる理屈なんです。よく分からなかったら別にいいんですね。これね、実はファイナルアンサーっていうのはあるテレビ番組の言葉ですよね。なんていうテレビ番組でしょうか。ミノさんが出てる番組ですね。クイズミリオネアという番組なんだけども、クイズミリオネアという番組の司会者がミノモンタさんなので、今の問題はですね、モンティーホール問題って言うんです。モンティーホール問題。ミノモンタさんの名前から取ったわけではないんです、本当は。本当は違うんです。本当はね、アメリカの、そのミリオネアの本当の番組なのかな、アメリカなのかな、そこの司会者がモンティーホールさんという人で、その人が考えた問題らしいんですね。で、数学者の中でもおかしいだろう、ただ変えるだけで正しくなる、当たる確率が上がるなんておかしいだろうっていう議論がされたそうなんだけども、それについて数学者もね、おかしいだろモンティホールはっていう話をしていたんだが、 IQ が200を超える天才がね、次はモンティホールの言ってることは正しいって言って一時期こう話題になったんです。で、著名な数学者もいやモンティホールバカだろっていう話をしていたんだけど、実際には正しかったということで今となっては知られている話です。はい、ということで、こんなにいっぱい時間を取ってしまいました。筑井先生の貴重な時間も。